もいいが、これだけは飲み込んでくれよ。一旦アメリカを出たが最後、二度と戻れなくなった。この意味わかるな。死ぬまで戻ってこれねえんだよ。さよなら言いたい奴がいたら今のうちに電話しとけよ。誰かいるだろう、挨拶したい人間が。ない。そうか。それじゃあこの国へ行ってみたいなんてところはどっかか。ワイオミング。それはダメだ。あれ外国じゃねえ。よし、それじゃあ俺に任せててくれ。この放送開始と同時にいくつもの保護愛好者団体から電話が入っておりますが、トニーの行動を褒めちぎるもの、反対に愚劣な行為であり浅はか極まる目立とう精神の表れに過ぎず、同行者の名誉を傷つけるに過ぎないと非難する声もあります。警察の発表によりますと、保護愛好者である2人の犯人はヘリコプターとジェット機を要求しているとのことであります。トニー、アナウンサーのやつ、今犯人は二人ともホモだなんて決めつけなかったぞ。聞いただろ。言いたいように言わせときゃいいじゃないか。構うもんか。知ったことかい。だけど俺はホモじゃないよ。テレビっていうのは子供だって見てるんだ。嘘をつくのはよくない。俺にどうしろって言うんだよ。テレビ局を監督してるお偉方じゃないんだぜ。勘弁してくれよ。俺はこれでもできるだけのことはやってきたつもりだぜ。違うか。なあサム、忘れちまいなってテレビなんて言ってみりゃ気まぐれで屁みたいなもんさ。出ちまった屁が消せるかよ。君らも知らしたくない。それ以上近づくな。テレビが二人ともホモだって嘘をついたのを取り消させろ。よし、やってみる。相棒売れてるか、このケース野郎。この後のことを打ち合わせしただけだ。念をしておいたぜ。テレビ局に例のことを取り消させるようにって。それだけか。ああ。どうしてここで話さなかった。主文が俺と交渉してるとこ見せたかったんだろ。まだテレビ局がいるからな。